マンリーバターダムリンシャーレンマンライバートルダムディンスレン、本名ジャムスランギーンダムディンスレンは、モンゴルの軍事指導者、反モンゴル主義者、外交官、独立運動家。内モンゴルフルンボイルのバルガ族最翼制発揮出身。7歳より、満州文字及び、モンゴル文字を学ぶ。筆調式、ニルに除せられる。1908年、家督相続のため北京の資金城に赴いた際、 同じく石鹸に来たボルジギン氏の年へとハーンブーヨク、左端、サツサツカツカズヒロシ新能での地に、ボグドハーン政権にて、外務大臣を務めるミジドドル議員カンドドルジと出会い、もう個人の独立について密かに話し合ったとされる。1911年、ダムリンスレンは、イフフレイにて、長や高僧らの密会に参加、清からの独立に、 ジェプスンダンバホトクト発生を君主として衰退することとした。独立宣言発表後、ダムリンスレンは兵を動員しハイラルの掌握に貢献。ボグド・ハーンの信任を得、ボグド・ハーン政権成立後に、ササグオム保国校の社位と外務副大臣の地位を得る。1912年8月、カタンバートルマグサリ・ジャプ・ジャラマと共にホベドの中国軍を退け、 ササグオン沈国公の借位とマンライバートルの称号を受けた。12年末には、小参廃止となる。1913年2月、チベットモンゴル総合承認条約調印に参加。その後再び戦線に戻り、夫婦ほど攻略に兵を進めるも失敗に終わった。この遠征には後に革命運動の指導者となるダリザビーン・ロソルも参加している。 1914年12月から1915年6月にかけてキャフタ協定策定に向けた交渉に参加し、内毛虎の権益を主張するが、自治を獲得したのは、外、毛虎のみであった。その後、自治政府内には、清掃が起こり、カンドドルジ外務大臣、トグスオチリン、ナムナンスレン首相らが、次々と、不審な死を遂げる。1919 19年10月、 ジョジュソウ率いる、西北変貌軍第一子が侵攻し、翌月には、外モオコの自治を解消。1920年、ダムディンスレンは、マグサリジャプと共に、革命勢力と接触を図るようになるも、北洋政府に逮捕され、1921年1月に、国死。ウランバートル市内に、マンライバートルダムディンスレン通りがある。ありがとうございます。